入れる場所を探すわ。紛れ込むのね。了解。ディオ、タイファイターのコンピューターにアクセスを。スターデストロイヤーに入る道を探して。アンガーの状況はどう？敵でいっぱいだわ。乗り込んだ瞬間に全滅させられる。諦めないで。ファーストオーダーが過去最大の脅威とはな。これで共和国がやられてたら、次はレジスタンスの番ってわけか。どうすれば？アスクのスターデストロイヤーに乗り込み、レジスタンスが使えそうな情報を集めたら脱出する。よし、行くぞ。候補地点に接近中。ここではダメだ、狭すぎる。コマンダーハスクからバードスに残れと命じられたはずだ。私たちはデルタ 6？ 何を報告すれば？やばいな、バレちまうみたいだ。なら攻撃開始よ。不意をつけるかもしれない。警告、不審なタイファイターがレトリビューションに接近。撃ち落とせ。連中が来た。ディオ、入り口を見つけて。どんな方法でも構わない。シューリム、時間がかかるわ。連中を落とせってことか。任せろ。まだなのディオ、頑張って。まだスキャン中。攻撃は止めないで。ディオがエンジン付近で何か見つけた。カーンの後部に向かおうよ。エンジンの横にヒートシンクが。じゃあそこを破って侵入する。むちゃくちゃだぜ。何の音？ハイパードライブね。ジャンプする気だわ。手を貸して。さあ。シュリブ、生きてるわね。こっちへ。どこかに制御端末があるはずだ。手分けして、何か見つけ次第合流しましょう。なら俺が一人で行く。船のログにアクセスしないと。データハブか通信センターを見つけるのよ。どんな情報を探してるの？状況よ。レジスタンスの助けになるなら何でも。頼んだわ。そこにショックを。びれさせてやって。中には何が？守るだけの価値がある。シェリブ、見つけたみたい。今行く。確保。おい見ろよ。何かあった？こっち。リザレクション計画。待って、ちょっと待って、ジナータ、オトモク政権、ファーストオーダーは子供たちをさらって兵士に育てていた。軍隊の規模は想像もつかない。目録を探せ。まさか艦隊だわ。銀河の全てを支配できる規模よ。おい、これは何？ファーストオーダーとレッドノート。嫌な感じだな。オーガナ将軍から聞いたことがある。噂レベルだがかなりの脅威だぞ。なら弱点を。ディオ、いい？設計図をダウンロードしてレイヤとレジスタンスのところに届ける。ハイパースペースを飛んでる限り身動きが取れない。考えがあれば足を探しておいて。速度が第一、タイミングはすぐに分かるわ。早く終わらせたいぜ。無茶するな。それでママの作戦は？この缶をハイパースペースから叩き出してやるわ。どうしてシュリブおじさんがママのそばだと緊張するのか分かった気がする。して通過機を。クリア。オーケー、デトネーターを集めて。ママの作戦通りね。できるだけたくさん持つのよ。異論はないわ。そこにショックを。ハックしてくれ。ハックして。助けるわ。動きを止めて。クリア。士官どもの話を盗み聞いた。レジスタンスはファーストオーダーの騎士の場所を突き止め攻撃を仕掛けている。いい知らせだシュリブ。こっちはもうすぐ終わる。準備して。ああ、待ってる。ゼイ、デトネーターでジェネレーターを破壊すればこの間は高速から一気に急停止するわ。危険ね。さあやるわよ。ジェネレーターにデトネーターを仕掛けるわよ。設置するから援護して。ハイパーフライブメイデン侵入者を感知した。対応できるものは直ちに迎え。注意してくるわ。デトネーターはまだ。敵の増援2階よ。しびれさせてやって。せい、大丈夫。ママ、任せて。増援よ。さっきのデトネーターも準備よし。前方にオフィサーがいる。状況はまだ作業中。立命のカード1つ。注意して。増援よ。デトネーターの設置はこれで全部ね。ショックを使って。こっちは終わったわ。シェリブ、脱出手段は。ああ、先に断るが窮屈になるぞ。飛んでくれるなら文句ないわ。また後で。あとはバックアップジェネレーターだけね。おそらくセキュリティドアの向こう側にあるわ。任せて。また敵の増援が来るみたい。ママとリオで大丈夫よね。信じなさい。ストームトルーパー。敵の増援が接近中。敵の攻撃を受けてる。撃たれた。まだ大丈夫。完了。セキュリティドアが開いたわ。制圧完了。でもすぐに増援が来る。絶対やり遂げなきゃ。ファーストオーダーの裏には失われた子供たち、家族、パパがいる。ディオ、コンピューターをハックして敵の増援を他に回して。急いで最後のデトネーターを仕掛けたレジスタンスの基地に向かおうよ。通信室付近で侵入者発見。全防衛部隊は通信室に急げ。片付いた。最後の1個はママがやる。名誉は譲るわ。ええ、そしてシュリブを見つけてここを出る。侵入者を捜索中。ウェポンメイを探せ。ゼイ、離して。ダメ。それでこそアイデンだ。大胆で型破り。さあ撃ってみろ。さあ撃つんだ。ゼイ、大丈夫。家族を持って弱くなったな。やって。ありがとう。大丈夫。ゼイは絶好調よ。さあ終わらせましょう。さあ、缶を止めよう。見て、やったのね。ママ、どうしたの？そう、あいつがそんなはず。よしママ、すぐに助かるから。いいのでママ、お願い。もう遅いの。もう遅い。遅いの。いい、ディオをレジスタンスに届けるの。分かった。いや、何を言ってるの。嫌よ。大丈夫だから。そんなの嘘。お願い、なんで落ち着いてるの。怖い。でも失敗する方がもっと怖い。でもあなたがいる。人々のために戦う。そのために死ぬなら本望よ。わかるでしょ。愛してるママ、あなたにも見せてあげたかった。ママ、ママ、私だけよシュリブ。ママはいない。ああ、大丈夫。ママは成し遂げた。さすがアイデンだ。レジスタンスに通信、まだ終わっていないと伝えて。この戦いはこれからだと。でも希望はある。その希望こそが私たちに勝利をもたらす。こちらレジスタンスベース、ファーストオーダーの姿は。待って、待て、こちらはシュリブ・スールガムコード732。撃たないでくれ。我々は味方だ。着陸許可を頼む。頼むと言ったろう。そのまま指示を待て。大丈夫、きちんと状況を説明すれば。オーガナ将軍。シュリブ、話は聞いたわ。あなたが全員ね。お母さんのことは残念でした。彼女は難しい人でしたが、銀河には必要でした。ありがとうございます。お言葉に感謝します。将軍に渡すものがあります。敵のドレッドノートの設計図です。これから送信します。すぐにコマンダーダメロンに渡します。ぜひ戦わせてください。ええ、ただレジスタンスは撤退中です。ファーストオーダーも迫っています。ですが迎え撃つよりも急ぎの任務をあなたに。外縁部に味方がいます。彼らを探し出す任務です。あなたは疲れていて、これまでの戦いで多くを失いました。でもあなたが必要です。お願いできますか。お任せを将軍。インフェルノ隊に幸運を。